8月13日昼はセミしぐれなのに早朝4時ぐらいかなコオロギが鳴き始めたんです季節が確実に入れ替わってきたことを感じましたがこの台風でさらに進むかなと考えています目標があれば言葉と意思で表現する確信は心の世界における運命のひなでこの世の出来事はすべて このの雛形の通りに出てくる「悪い確信を持てば運命は悪くなり良い確信を持てば運命は良くなる」と京セラの稲森和夫さんも「生命の実相」の本の第1巻142ページを挙げて言っています。また「志す事物を呼び寄せるにはその思いを中断せず気長くその希望と熱意を持続しなければならない」。思念を 長期間持続的に集中することは必要な事物を引き寄せる磁力となるすなわちその事物を成熟するに必要な要素イコール「霊知的生命体」がその周囲に集まってきそれが自然にその事物の上手に働いてくれる第2巻206ページ 稲森さんの実践と信じることは正しかったということです。まさに確信は成功の雛形です。必要なものは必ず達成される。自分の心が呼ばないものは何一つこの世で自分に近づいてくることはできない。これも稲森氏を挙げています。良いことも悪いこともを付け加えておきます。いつでもチャンスチャンスが口を開けて待っている。夏野菜残暑舞いの贈り物 籠池康憲「手紙より」引き続きご紹介します。その人がした行為については虚言虚構であれば正さないといけない島良太郎氏も生誕100年同じ年代の人たちが時代を引っ張ってきたこの人たちの体験としての遺産をいつまでも持って生きていくことですここの中の中弁当は毎食いしくなっています。 業者がが変変わわっったたか、か担当が変わったかと思う。上手に今までの材料を組み合わせて作っている嬉しく感謝です予算の中で工夫してアンケート調査にしっかり答えてくれている部屋は2階から1階に移動した独居房、図書工場で忙しくしている刑務所内の俳句に入賞した裁判所が出した結果やからと無罪でも関係ないと。 毎日のようにしょっちゅう罵声を浴びせられる、怒られる。目が見えづらい。新しくメガネを作るためにも、視力検査が必要で眼科申請をかけた。2ヶ月以上前のこと。ようやく見てもらえた。こんな度見たことないと結局作ってもらえなかった。